はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は翔平が参加しております MLB ドリームカップ群馬選抜の初陣オープン戦ですねをお届けいたします。お相手はオールうららさんです。スタメンはこんな感じとなっております。翔平は3番ファーストで出場となります。この中にね、一緒に野球したことあるメンバーが赤字になってるんですけど、こんなにいますね。たくさん知っているメンバーがいる中での初戦。はい、先頭石井さん、痛いデッドボールだが、先頭から出塁することができました。2番土田さん、これは鋭い変化球で三振となってしまいワンアウト。さあ3番スタメンの翔平の1打席目、初球は外、おお、入ってたストライク、いいボールですね。さあ続く2球目、これも強振していく、2ストライクとなります。さあここからはコンパクトに、これがちょっと引っ掛けるが、サードゲッツーなるか、セカンドはアウト、ファーストはダッシュのためゲッツーは免れました。はい、2アウトとなり4番の小沢さん、おお、ピッチャーすごいジャンプ力、初回は無得点で終えてしまいます。先発は右腕小口さん、翔平はファーストで出場となっています。さあね、この上から投げ下ろす剛速球で抑えることができるのか。さあ先頭、おー、鋭い変化球です。三振となります。先頭バッターを三振に打ち取って、続くバッター外のまっすぐ、連続三振、ナイスピッチ、ツーアウトです。さあ1番2番ね、三振でポンポンと打ち取ってきたところ、3番バッター初球を変化球で打たせてセカンドゴロ、初回を3人できる最高の立ち上がりです。はい、5番の山井さん、これがピッチャーゴロとなってしまいます。ワンアウト。6番のパティさん、もう顔ほぼ隠れてますね、素顔が全く見えない。おー、キャッチャー、これはナイスキャッチです。2アウト。さあそして一宮さんをしっかりと選びました。フルカウントからしっかりと選んで、はい、そして走っていく、セーフ、ナイスチーズ、すかさず盗塁成功です。さあチャンスです。ただこれが外の変化球を打たされてしまい、ダッシュしたものもファーストアウト、チャンス生かせず。さあチャンスの後、はいね、チャンスの後、抑えられた後ね、先頭をまずしっかりと抑えることができました。ワンアウト。ただここでね、フォアボール、この試合初の出塁を許してしまいます。さあお次のバッター、おお、外ビタビタ、気持ちいいぐらいですね。はい、そしてこれショート、ちょっとバウンド合わなかったかな、立井さん、一塁投げられずピンチとなってしまいます。ワンアウトランナー1、2塁。はい、そしてこの強い打球、弾いた打球、セカンドへね、なんとかしようっていうトスがあったんですが、これは鋭い打球さばけず満塁となってしまいます。さあワンアウト満塁、被安打はゼロですが、この打球が逆方向へ、レフトの頭を越えていってしまう。さあ1人が帰ってくる、2人目も帰ってくる、3人目も帰ってきてタイムリースリーベース。もうね、逆らわずに逆方向へ、満塁の走者全員帰ってきてしまいました。3点を先制されてしまいます。そしてこれ見てください、うっふー、プレーです。バッテリーからのビッグプレーで得点許さず、まずねピッチャーがこれね、握ったら間に合わないって思った瞬間、もう弾いてるだけなんですよね。そしてキャッチャーもこれ、はい、難しいハーフバウンドをねしっかりと処理してタッチプレーでアウト。そしてこれ見てください、素早い、よいしょー、アウトー、いやー、素早いクイック牽制ですよ。アウトー、ね、3点取られてしまいましたが、その後好プレーがね、続きました。いい流れです。はい、そしてこれ惜しい。9番、サンタのところだったんですけどね、惜しかったですね。はい、10番、高橋さん。これもファーストフライとなってしまいます。ツーアウト。ただね、オープン戦という言葉ってね、11番も打っておりますが、ただ、これがまっすぐで三振、相手ピッチャーも乗ってきたかなって感じですね。さあ、守備から打ちに突っ込めるか。お、うまい。タティさんの流れるようなプレイ、これは際どいプレーだがアウトとなっております。はい、そしてこの打球、またもタティさんがアウト。超絶ファインプレーが2個続きます。ナイスプレイ。おお、インコースへの変化球。はい、そして次は外へのまっすぐ。さあ、3球勝負か。3球勝負できた。三振で三者凡退に抑えております。さあ、先頭帰ります。これがライトへふらふらと上がっただけ落ちるか。ただライトのチャージでワンアウトとなってしまいます。さあ、2番、おお、すげえ変化球、フォークなのかな、めちゃくちゃ落ちてますね。さあ、翔平の2打席目、はい、ノースリーからね打ってきましたが、これは強い当たりのファウルとなってしまいます。はい、そしてこれフラット、高々っと上がった打球が、これがラッキーな形で出塁となります。はい、そして、カージナルスのユニフォームということでね、ペッパーミルです。さあ、4番大沢さん、続いていきたいところだが、これはセカンドゴロとなってしまい、スリーアウト。ツーアウトだからランナー出すことはできましたが、この回も無得点となっております。そしてピッチャーが変わって石井さん。ただ、ここ突破の先頭にデッドボールを与えてしまい、ノーアウトのランナーを許してしまいます。はい、この大きく割れる変化球を打たせて、立井さん、またナイスプレーです。真後ろに上がるねフライ、難しいんですけどナイスキャッチですね。はい、そしてこれも立井さんのところへゲッツーか。ただ、これが、送球がね、ちょっと勝負となってしまい、まあ、後ろをそらさずね、ボディで止めることができました。はい、これでね、ツーアウトです。はい、今回はここまでとなります。次回は、この試合のね、後半戦をお届けいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あいしょー。翔平 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。